はい、今日から魔王、3回目ですね、やっていきたいと思います。ではここだね。お疲れ様でした。今日はこのぐらいにしておきますか。全然疲れてない。ねえ。ああ、疲れた。なんつ一日だ。まあね。それはいきなりね、ここ来てあれだもんね。村田健を助けたかっただけなのに、トイレに流され、異世界で魔王業。飛躍しすぎだろう。落ち着け。まずは落ち着け。自分を取り戻せ、渋谷優里。とにかくこの場所は、あ、なにどういうこと？魔王に、え？魔王のお城ね。ここが俺の家だと言われた。つまり、俺が魔王だと。そんなことあんのかな？ありえないだろ。きっと何かの間違いで夢なんだ。村人から石投げられたし、子供に泣かれたし、立派な魔王かな？いや、夢だよ。そんなね、ゆうちゃん最初そんなに、なんか、聞き分けようかなかったイメージだもん。そうだ、そうだ、きっと夢だ。さ、そろそろ起きなきゃ、学校に遅れちゃう、と。やっぱりつねってみるか。かわいい。目覚めないんですけど。覚めない夢は悪夢であって、そういうのを現実で言う、現実って呼ぶような、覚悟するしかねえのかな。かわいいゆうちゃん。ビジュアルがすごいタイプなのよね、本当にゆうちゃんはね。完璧。あ、夕方だ。コンラッドいないし。どこ行けばいいの？コンラッドもいないし。あ、ご飯？やっぱお腹減るよね。あ、違うんだけど。あ、風呂しか行くとこない。そっか、じゃあしょうがないね。そろそろ、風呂ってことは、あ、いいね。うん、風呂は究極の癒しだよね。ただでさえ気持ちいいのに、俺なんて2日ぶりの風呂、しかも大浴場貸し切り、つうか俺専用。ああ、生き返る。うん？なんか俺いい匂い？さっき使ったシャンプー香水入りだったのかな。出たよチェリ様。そう、チェリ様声ないんだよね。その甘い声、シルエット。俺の数少ない人生経験から言わせてもらうと、女の人じゃないですか。女子ではなく女性、それもとびきりセクシーな部類の。これはなんかのサービス？いや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 、どんなサービスだよ、そんなわけないだろう。落ち着け渋谷優里。え？屈伸、腹筋、腕立て、深呼吸。え？へい、彼女お茶しない。それはないね。人呼ぶぞ。いや、まあ、ここだよ、これだよね、多分。違うかな。あら、チェリーさんはセクシーね。いいえ、いいのよ。ね、あなたが新しい魔王陛下なんでしょ？こんなところで会えるなんて奇遇ですわ。いいのよチェリーさんはね、本当にアニメで喋ってるの見てほしい。すごくいいのよね。いやー、ごめんなさい、勘弁してください。ちくしょう、渋谷優里の育児らしい。確かにね、可愛い。それ本当に可愛い。チェリーさんに同意だわ。可愛いよ本当に。あ、終わり？お前、潮の中でなんて格好してるんだ。え、私ミスった？もしかしてルート、あの、古いその金髪が、あのボンキボーンで寝ぼけているのか。風呂が風呂で風呂に。女かな。女の話なら予想は当たれ。そういうことじゃないよ。違うんだボルフラム、俺風呂場で女、風呂場で女とは。シルファー、そんな不謹慎な話に僕が乗ってくると思ったのか。
てよ、行かないで、俺だって逃げたいんだ。他渡りましょう。しょうがない。こういう時は大人のね、男性に助けていただくのは、わー、これどっちかしか選べないよってこと。それはもうコンラッドにね頼りますよ。コンラッド助けて。どうしました。こうもこうもないよ、風呂場に金髪セクシー美女が出た。ああ、誠に申し訳ない。それで陛下はどうされました。俺はだから逃げてきたんだよ。育児なしと笑わば笑え。かわいい。正しい判断です。陛下の理性に感謝します。正しい判断だって。あの美女はやっぱりくせ者。俺は情けないさいっぱいだけど、難しいな。やっぱくせ者。これでいこう。あ、なんかダメそう。あ、ダメなの選んだっぽい。どういうこと？あ、よかった。本当に大切な人は特別ってことです。よし。さあ、着替えをどうぞ。いつまでもそんな格好のままでは風邪をひきますよ。風呂場から取るもののとりあえず逃げてきたからな。って、何このパンツ？そうだった。そうだったよ。この世界のパンツあれだった。一応それが貴族の一般的な下着ってことになってるんで。あんたも履いてるのか、この黒くてツヤツヤの紐パンを。いや、俺はもっと庶民的なやつを愛用してますけど。陛下、このいい匂いは。え、ああ、多分シャンプーだ。風呂場に置いてあったやつを使わせてもらったんだよ。うん、着替えたら呼んでください。晩餐会にご一緒しましょう。いいね、晩餐会だよ。なかなかね、ないよ人生で晩餐会に参加することなんて。新魔王陛下をお迎えして初めての新王の晩餐会です。今日という日を迎えられたことに乾杯。乾杯の言い方かわいすぎ。ちょっと感じ悪い。みんな感じ悪くない？うう、気まず。この雰囲気、晩餐会っていうより軍事会議に見えるんだけど。とんでもございません、陛下。神王の晩餐とは、魔王陛下と近しい方々だけで囲む高貴で特別な烈気とした晩餐会です。あっそう。こんにちは。いや、本当に。あ、花で笑われた。顔のいい人からの軽蔑は攻撃力3割増しだよ。紹介しましょう、陛下。俺の兄、フォン・ボルテール卿グエンダルと、こっちが。僕に触るな！人間の指で触れるなと言っているだろ！僕はお前は兄と思ったことなど一度としてないからな！もうほんと空気悪くしないで、ボルフラム。はいはい。父親が違うって説明しましたよね。俺だけ名前にフォンがつかない。ただのウェーラー教コンラードで、十貴族の一員でもない。俺の父親は素性も知れない旅人で、剣以外には何の取り柄もない人間だったんです。そしてとってもいい男だったの。風呂場のセクシークイーン、母上久しぶりね、コンラート。ちょっと見ない間に父親に似てますます男前な。ほんと男前だよね。母親こそいつにも増して麗しい。言えないよ、母親に麗しいなんてこと。そんなこと他の娘たちにも言ってるんでしょ。これが母と息子の会話会？ほんとね。グエン、あなたますますまた眉間にシワが寄ってるわよ。そんなんじゃ女の子に敬遠されるんじゃない？ボルフ。ボルフったら相変わらず私そっくり。殿方がほっとかなくてよ。母上、今朝お会いしたばかりです。それに僕は男に好かれても嬉しくありません。男の子ってそういうものなの？あれだから年頃の男の子の気持ちはよくわからないっていうのよね。男の子なんて。
て、すぐに母親を何、母親を軽んじるんだから、そんな僕は軽んじてなんていませんよ母上。本当に本当ですと、もバカ親子だ本当ね、そこに関してはね、あすごいあなたが新しい魔王陛下でしょ。そうですね、こんなに緊張しちゃって本当に可愛らしい方、あなたみたいな方が新しいようだったらいいなって私ずっと思ってたのよ。そうですね、っていうか俺の腕に当たってるの胸でしょ、胸ね、ユーリ陛下、ユーリ陛下っておっしゃるんでしょ。そうですね恋人はいらして、母上冗談そのあたりにしてください。でもチェリー様がいてくれたらね、空気が良くなるからいいよね。ヤンコーナーとたコーナーとったら邪魔しないでちょうだい、私はいつだって本気よ。前魔王陛下と新魔王陛下がくっついてしまったら国民混乱しますよ。ちょっと待って、前の魔王誰が、この彼女が。新魔国へようこそユーリ陛下、あなたの先代にあたるフォンシュピッツベーグゼッゼリエよ言えたゼリって呼んでね、ゼリ打って、それでは改めまして乾杯いただきますと、お、うまい。ラッキー、世界が違っても実際日本とほとんど同じなんだな。陛下は文化の違うとても遠い世界からいらしたのよね。王位を継いでくださって嬉しいわ。おかげで私やっと自由恋愛旅行に出られるんだよ。そうだった、チェリー様は自由恋愛旅行に出てるんだった。素敵でしょ。素敵ですね。いきなり王になれなんて言われて不安も終わりでしょうね。でもね陛下、深刻に考えてはダメ。私の兄のシュトーフェルも3人の息子たちも誠心誠意お仕えすると思うわ。シュトーフェルはまあ、僕はあまりこいつに仕える気などありません。ほんとやだ、この男が新しい魔王に値するかどうかもはっきりしないのに。じゃあボルフ、あなたが魔王になってみる。新王のお言葉に背いた王がどういう結果を招いたか知らないわけじゃないでしょ。何この不気味な沈黙。新王陛下のお言葉通りにしないと、なんか恐ろしい罰でも当たるの。ええ、陛下にも当たりますよ罰。なんだよそれ、脅迫じゃんか。俺は王様になりたいなんて思ったことも願ったことも頼んだこともないのに。やはりな。え、最初から王の責務を果たす覚悟などないのだろう、異界の客人。もうウェンダルもそんな言い方しないでよ。確かに陛下はこの国にいらして日が浅い、ご自身もまだ戸惑われているのだ、うん、無礼な憶測の物言いはいささか傲慢に過ぎるんじゃないか、フォン・ボルテール卿、うん、本当のことを言い当てたら無礼か私はただ危惧しているだけだ。お前だって知っているだろう、責任を果たす気のない王がどんなに民の犠牲を生むか。問題は魔王の魂を持つか否かではない。王として生きる覚悟がないならお帰り願おう陛下。なんだよそれ。俺だってな、俺だって。心配ない、彼は本物だよグエン、本物の魔王の魂の持ち主だ。王の役目もきっと果たしてくれる。なぜそう言い切れる。彼が有利だからさ。なんだその理由は、何の証拠があるって言うんだ。お前を納得させられるような証拠はあいにく俺には示せないな。だったらそんなこと断言するな。だいたいこいつは人間どもの間に生まれた小せがれじゃないか。ボルフラム、これは魂の問題だ、生まれは関係ない。だがこだわるのなら教えておく、陛下の父君はあちらの世界の魔王が進化の中から選ばれた叱るべき魔族だよ。え、親父って魔族だったの？嘘！ふん、たとえ父親が魔族でも母親はどうせ人間なんだろうが。いやだ本当、
喋らんのかい。しかもこっからこいつの血の半分はどこの誰ともわからないつまらない女から作られてるんだ。おい、ほんとね、もうダメよ。あのゆうちゃんのお母さん可愛いんだから。ほんとに陛下。そうなんだよねこれね。陛下がボルフラムの左頬をはたかれた。陛下、取り消して、今すぐ取り消してください。右頬だったらよかったんだよね確かね。左だからダメなんだよねこれね。やだね。なんだと。取り消すつもりも謝るつもりもねえかんな。こいつは言っちゃいけないことを言ったんだ。馬鹿にしようが悪口言おうが俺のことなら構わねえよ。だけど他人の母親のことも見たことも会ったこともないくせに、お前らは兄様のつもりだ。陛下、お怒りはごもっともですが。やだよ、謝んないぞ。それでも顔が綺麗だからグーじゃなくパーで我慢してやったんだ。絶対に取り消すつもりがないっておっしゃるのね。これみんなね、理由言ってあげてほしいよね。ああ、絶対取り消さない。素敵、求婚成立ね。球根って埋めとくとチューリップが咲くあれですか？え、違う？やれやれ参ったな。ほらね、ボルフラム、私の言った通りでしょ。その方が放っておかなくてよって。その方ってもしかして俺？陛下はとっても可愛いからちょっと焼ける気もするけど、でも仕方ないわ。愛する息子のためのものね。ちょっと待って、落ち着いて。いや、むしろ俺を落ち着かせて。何が起こってるのか教えてくれよ。相手の左頬を平手打ちするという行為はこの世界で結婚の申し込みを意味します。文化の違いってやつですよ陛下。だからやっぱり右頬を叩いとけばね。プロポーズしちゃったの俺。 だけど無茶だよね。男と男なんてそんな。愛があれば性別に障害はにはなりません。我が国では珍しいことではないですよ。素敵な国よね、その点はね。本当に素晴らしい国だと思う。私はコンラッドの左頬を叩きたいね。恋愛フリーダム国家ってそんなこと言ってる場合じゃないんだよ。問題はボルフラムに陛下の愛を受け入れる準備があるかどうかなのですが。いや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 、愛ってそれはないだろう。なあ金髪美少年。うるさい。こんな恥ずかしめを受けたのは生まれて初めてだ。わっと、あぶねえな。ご飯に当たるなよ。ああ、ほらナイフも落ちちゃって。陛下、拾っては。ん？何？もう拾っちゃったけど。拾ったんだな。なんか嫌な予感。よし、時刻は明日の正午だ。武器と方法は選ばせてやる。せいぜい得意な武器を使って死ぬ気で僕に挑むがいい。おお、金髪美少年は一体何を言ってるんでしょうか。故意にナイフを落とすのは決闘を申し込むという無言の行為で、向けられた相手が拾うのは受けて立つという返事になるのです。難しいよね、新魔国のなんかそういうルールね。それも文化の違い。不運でした。一言で片付けないでくれ。結婚も嫌だけど決闘はもっと嫌だ。だって死んじゃうじゃん俺。大丈夫ですよ、今時決闘で命を落とす者は滅多にいませんから。滅多にって可能性ゼロじゃないじゃん。陛下は俺が死なせません、絶対に。しかしボルフラムはどうしたというのでしょう。直情的にも程があります。わけがあるのよ、ちゃんと。私の美好欄だっけを先発え。まず陛下のあれがあれね、こうなんですって。自分に少しでも好意を持つものを一層情熱的で大胆にする特別な香り。反対にもともと悪意を抱いている場合より険悪になる怪しい香り。魔力を持つものによく効くの。
なるほど、陛下はその美薬を使ったんだ。シャンプーしただけだよ、まさかそんな怪しい薬入れだと。とは母上も人が悪い、一言ボルフラムに教えておいてやれば。あら、どうして？ボルフは怒っている顔が一番可愛いのよ。さすがツェリ様、美香蘭でも胡蝶蘭でももうどうでもいいって。そんなことより俺が助かる方法は決闘で勝つ。 100% 不可能のお答えをありがとう。寝るか、どうせ寝られないだろうけど。決闘ってどうする、どうする。渋谷優里、眠れない。ん、誰？よかった、陛下まだお休みじゃなかったんですね。っていうかそもそも全然眠れる気がしねえの。やろうと思って持ってきましたよ。さあ陛下、練習練習練習。まさかその手に持ったものって、剣ですよ。若干小ぶりですけど。戦いの練習なんてしたくない。付け焼き刃の練習でボルフが勝てるのか。戦いの練習なんかしたくない。ゆうちゃんはそういう子だよきっと。しかし練習しないままだと思わぬ大惨事を招きかねませんよ。いや、まあ確かに練習は必要なんだけど。やはり決闘お嫌いですか。嫌っちゃ嫌だけど違和感、正直よくわかんないんだよね。戦うってどういうことなのか。ほら、俺一応永久平和を誓ってる国で育ったし。戦争と聞いたら反対って返しちゃうわけだよ。条件反射みたいなもんで。戦争反対ですか。素晴らしい心情をお持ちだ。いや、別に心情ってほどのもんじゃ。だったら陛下、なおさら練習しなくては。決闘に負けたらその素晴らしい心情を国民知らせないままここを去ることになるんですよ。だから心情じゃなくてさ、単なる条件反射なんだってマジで。ご謙遜を。俺も協力するから頑張りましょう。負けてほしくないんです。たとえ相手が俺の弟でも。分かったよ。じゃあ練習すっか。部屋の中じゃ狭いから外で。好感度上がんなかった。でも、なんか一番いいのを選んだ気がするのよ。やっぱゆうちゃんはね、そういう精神の持ち主であってほしいから。あれ、ここなんか前に来たことあるような。え、陛下がいらっしゃるのは初めてだと思いますけど。そっか、じゃあ勘違いか。ここは中庭ほど広くも開放的でもなく、私的なことに使える場所なんです。秘密の花園って感じ。花園ですか。俺なんかはよく個人的な剣の稽古に使いますけど。じゃあ決闘の練習なんかにもぴったりなわけだ。そう、肩を落とさずに、今度花でも植えてみますから。さあ始めましょうか。あ、チュートリアル戦闘の。そういうことよね。ゆうちゃんかわいい。練習とは言っても本気で打ち込んできてください。何事も気迫は肝心ですから。よし、やってみるか。攻撃。あらら。余計な力を抜いて、相手よく見てください。わかった。ではもう一度。かわいい。お、さっきよりもいいですね。調子が出てきましたか。そんなこと考える余裕ないよ。考える必要はありません。感じることが大事です。よし、もう一丁。やめて、カウンターしないであげて。その調子です。なかなかいいですよ。恐れを捨てて冷静に状況を見る。そうすれば体が対応してくれます。オッケー、じゃあもう一度。はっ、ではこのくらいにしておきますか。なんかいいね、古き良きゲームって感じ、この戦い。すごいいい、落ち着く。私ちょうどこういうの。それにしてもこの剣のグリップって意外とバットみたいだな。重さはプロ仕様の木製並みだけど。なるほどね、バットか。そうかもしれない、気がつきませんでしたよ。スイングしてみるとますますバットだ。懐かしいな、この握り具合。野球どうしてやめちゃったんですか。
さっきみたいにカット切って監督殴って速攻クビ。それがチームを辞めた理由でしょ。俺が聞きたいのはチームじゃなくて野球を辞めた理由だよ。なんでだろう。自分でもはっきりと説明できないな。じゃあまだ辞めてないんじゃないの？え？引退してないんじゃないかってこと。どうです？握り心地の次は投げ心地も試してみませんか？何その手に持ってるもの。ボール？ボールか？すげえ。日本の高級にそっくりじゃんか。投げますよ、陛下。受け取って。ちょっとなんだそのフォーム。誰に教わった？そんな曲芸的な投げ方ができるんだよ。誰にも教えてもらってません。勝手に野球の試合を見て自分でこんな感じかなって覚えたんだ。俺流ってやつか。いただけないな。基本ぐらいは師匠に学ぶべきだよ。あいにく師匠がいないもので。じゃあせめて少年野球とかさ、近所のお兄ちゃんとかキャッチボールとかさ。この世界には野球そのものがないんです。あ、だって村の少年たちも野球やってたけど、あれは俺が教えたから。え、嘘。この世界に野球がないならコンラッドはいつどこで野球の試合を見たって言うんだ。17年前、アメリカ合衆国マサチューセッツ州のボストンで。嘘だ。その場所って。ええ、俺は真っ白になった陛下の魂をお守りしながらあなたの生まれた場所に行ったんです。そこでベースボールの楽しさを知り、未来の魔王が無事に生まれるのを見届けてから帰ってきた。そんなはずないって。ユーリの母上は大変気丈な方で、今にも生まれそうだったのにタクシーの運転手を怒鳴ってました。そんな、そんな。じゃあ相乗りの名付け親ってコンラッドだったのか。まさか採用されちゃうとは思いもしなかったんで。でも私これすごいいいと思うの。だって名付け親だよ。好きじゃんっていう。そんな。どうしよう。これかな。なんです、いきなり改まっちゃって。だって一応15年ぶりの再会なわけだし。そうだった、ゆうちゃん15歳だった。そうでした。15年間俺はずっと待ってたんだ、直接陛下とお会いできる日を。陛下なんて呼ぶなよ、名付け親のくせに。私これ好きなの。陛下名付け親のくせにっていうのすごい好き。ゆうり。それでいいさ。だってそうだろ、あんたがつけた名前なんだからさ。ありがとう。だから生き別れの兄弟を見るような目で見つめんなっての。そうだ、再会の記念にこれを差し上げましょう。待って、本当にかっこいいんだけど。違う違う、これ待って、文字消せる。あ、消せる。本当にかわいい、ゆうちゃん。何それ、石？ブルーだね。空よりも濃い青だ。このね、この石のこれ買ったね、当時アニメイトまで行ってね。俺の友人がくれたものです。お守りだけど魔石なので魔力のあるものにしか効果がないらしい。運でも防御でも攻撃でも何かの役に立てばいいけど。そういや、明日早速お守りの必要そうなイベントが。あ、思い出しちゃいました。うん、バッチリ。俺そろそろ寝るわ。眠れたらの話だけど。ではおやすみなさい。お疲れ様でした。本当にもう尊いっていうのはこういうことよね、きっとね。そろそろ時間的にあれかな、終わっといた方がいいかな。お休みで寝られたら睡眠薬はいらないと。明日はまたお休みが言えるといいな、無事生き抜いて。なんかこの守り見てたら言えるような気もしてきた。さすっとこ、ご利益ご利益。そうね、綺麗なブルーだな。こういうブルーは縁起がいいって決まってんだ、昔から。うん、俺は勝手に決めてるんだ。主に野球方面において。
これ15年間もと言っても寿命が恐ろしく長いんだもんな。体感する時間の長さってのも俺とはちょっと違うのかもな。でも待っててくれたのは本当だし、やっぱり俺もちょっとは頑張らないとな。まずは決闘に、決闘に、やっぱり頑張りたくね。そうね。かわいい、ムニャってかわいくない？私多分ね、この人の名前をね、前回のパート間違ってるんだよね。編集してる時に思ったの。スザナ・ジュリアだと思うのよ、彼女。フルネーム。だからジュリアだよね。確かね。目が見えない人は何も見てないと思ってる？私には見える。今宵は綺麗な満月ね。そしてあなた今、少し驚いた顔をした。見えなくても感じることはできるのよ。だから気を使わなくていいの。私に気を使わないで、お願い。またあの夢、この前と同じ人だったような。で、そんなことよりいよいよボルフラムと決闘か。なんかうまい作戦はないかな。とりあえずもう一回引っ張ってみるとかね。やあやあ、遅れちゃってごめんね。さぞやイライラしたと思うんだけど。いいね、ゆうちゃん、その煽り。お前が僕に打ち据えられて、泣きながら許しを請う姿を想像してみた。いや、くしゅみよ、それは。そう考えると、待ち時間も楽しいものだったな。わざと遅刻して相手をイライラさせる宮本武蔵作戦、失敗。まだ俺が負けるって決まったわけじゃないだろ。ほら。陛下が上半身裸におなりよ。なんだいきなり。なぜ服を脱ぐ。ほら、お前も早く脱げよ。相撲するんだ、相撲。裸がユニフォームの超重量級格闘技。ボルフラム様も裸に。いいわ、私その競技大好き。ふざけるな。そんな野蛮でみだらな競技で僕に挑むというのか。別にみだらではないけどね。かっけよい、残った。よいそはっ、いっちょ上がり。まあ、ボルフラム、あっけなく転んじゃって。大丈夫？やった、俺の勝ち。勝った勝った勝ったぞ。まあ、勝ったよね。倒したもんね。陛下、ご立派な戦いぶりでございました。ギュンギュンはいいけど、何でも褒めてくれる。こんなバカな勝負があるか。やはり、このままでは終わらないか。お前はこの国の王になるつもりなんだろう。だったらこの国の方法で勝負しろ。いや俺、そうだよ、俺の好きな方法でいいってそっちが言ったんだろ。そうだよ。陛下、気をつけて。頭に血が上ったボルフラムには何を言っても聞こえませんよ。聞こえてほしい。まあ、ボルフ言うて確か80何歳だもんね。そりゃね。あ、ゆうちゃんちゃんと裸かわいい。陛下、避けてください。正面で受けたら危険です。キュンタ、余計なジョギホンやめておけ。ボルフラムの剣を腕だけで受けたら骨折だ。特技ない。攻撃この野郎。あ、でも大して効かない。勝てる気がしねえ。陛下、陛下の本能的な判断は正しいですよ。頑張って。ほんと正しいって。もう攻撃だよ。ほらほら、1のダメージっていうのがもう絶望的よね。恐怖で剣を動かせもしないか。剣で攻撃してるでしょ。はあ、その通りだよ。悪かったな。今まで俺が握った剣といえば、小学校の修学旅行で行った日光で買った木刀くらいなもんだよ。木刀みんな買うよね。あれなんだろうね。私分かってないんだけど。それがいきなりの決闘。ビビりすぎて笑っちゃうぜ。安心しろ、すぐに決着はつく。恐怖も喜びも怒りもない世界に
お前を連れてってやろう。やだ。ヒンチね。かぶって押さえてる前に落とせ。つなげば絶対にするな。何をブツブツ言っている。まじないのつもりか。まあな、飛び切りのやつを思い出したんだ。もう怖くない。お前のスピードじゃ怖くないね。なんだと。大丈夫。避けたんだけど。私も見ていられません。今すぐに陛下を。まだだ、そう言わず見ていてみろ。陛下はもうボルフラムの攻撃のリズムを読んでしまったぞ。ああ、ナイス、ゆうちゃん、かっこいい。なあ、ボルフラム。もし俺が監督だったら、お前は絶対ファーム落ちだな。だって、投げてくるタイミングが、最初からずっと同じだぜ。と、うりゃ。おー、ゆうちゃん、すごい。あら。ボルフラムの剣が、飛ばされました。ギュンギュン。これでさすがに試合続行不可能じゃないかな。シャッホー。これぐらいで勘弁してやってもいいでだね。だと、もういっぺん言ってみろ。何回でも言うよ。ああ、何度だって言ってやる。この試合、俺渋谷有利が完全有利だぞ。いけない、ボルフラム。僕は負けたわけじゃない。何、その右手の上に浮かせた火の玉は、びっくり人間、スーパーマジシャン。ボルフラム、陛下はまだ魔術について学ばれていないのです。得意の演術を持ち出すのは。ああ、これが魔術なんだ。あっち、本物じゃん。よくないよね、使えない人に打つなんて。負けたやつめ、覚悟しろ。炎に属する全ての粒子を、創始をほぐった魔族に従え。すごい、ちゃんとアニメだった。あそこのボルフラムの顔ちょっとびっくりなんだね。当たったら火だるまだ、死んじゃうよ。陛下、大丈夫ですか。グレンダル、なぜ障壁を築いたりするのです。これではお前があれを助ける必要はない。真意を見定めるいい機会だ。あれが本当の魔王ならボルフラムごときに倒されはすまい。しかし陛下はまだ何の要素と名役を。魔力は魂の資質だ。名役だの知識だのがなくても、あらゆる要素を従えてこそ王だ。グエン、障壁を解け。お、私に剣を向けるか。どこまで本気なんだコンラート。全て本気だ。お前を切ってでも陛下を助ける。かっこいい。今までそれなんだったんだ。これだ。しかし結果的には無駄になったようだな。嘘だ、やめろ。これで終わりだ。かすった。ドッジボールは割と得意で。で、火の玉はどこ行く、どこに行く、え、どこ行くんだそっちは。最悪、ドリアかわいそう。大変、どうなっちゃったの。そんな、これがお前らの勝負なのかよ。関係ない女の子を巻き添えにする、これが陛下、この様子が。ね、かっこいい。敗北を受ける規則を無視した暴走行為。果ては罪もない少女を巻き込み、なおも貪欲に勝利を欲する。それが真の決闘だというのか。何を役者口調で言っているんだ。
江戸の片隅に一輪咲いた可憐な花を虫けらのように踏みにじる非道の輩。江戸って陛下、ここは神話国ですが。もはや野放しにはしておけぬ。血を流すことは本意ではないが、やむを得ぬ。お主を斬る。ここ BGM いいね。ウルフが巨大な蛇に締め上げられてるわ。なんというか、こうあまり王らしくない術形態だな。そんなことより陛下はいつ水の要素と名約を結ばれたんです？それに術の発動について何一つお教えしていないのに、どうして？魂は本物ということか。あ、なんでこの、どうしてこんな急に。貴様、本当は何者だ。何者だ。世の顔を見忘れたくて、罪もない娘の命を奪ったお主に身勝手さ、断じて許すわけに。よかったね、ドリアね。娘の命は、あれ、ボルフラムとやら、以後よくよく改心いたせ。お上の情けはある。まさけ。このモードのゆうちゃん、ほんとかっこいい。陛下、大丈夫ですか？ですか？陛下、しっかり。やっと始まる。いいね、いいよ。素晴らしいよ。陛下。あ、何が始まるんだって？陛下が目を覚まさないことには何も始まりません。はい、ということでね、いいところまで来たんですけど、一旦今回ここで終わろうかなと思います。ちょっと時間的にね、だいぶもう長くやっちゃってるんで、次回ね、この目を覚ましたゆうちゃんから始めたいと思います。いや、ほんと楽しい。はい、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。